宮澤弘1月12日から1963年5月23日は日本の政治家、衆議院議員、長野県庁勤めを経て一時実業界入り後、逓信内務閣大臣秘書官。その間、昭和3年郷里の広島3区から衆議院議員に当選して政界入り。以来連続6回当選し、鉄道政務次官、商工省参与などを歴任。内閣総理大臣などを務めた宮澤喜一は長男。広島県沼隈郡金見村の小さな農家に生まれた。父、嘉吉の時代は生活は楽でなかった。だが、教育熱心な鹿吉は、弘が村の小さな小学校を卒業すると、苦しい家計をやりくりして、福山中学校に通わせた。弘は中学を卒業すると、さらに上級の高校を目指そうとした。しかし家の状況は中学校に通わせるのが精一杯で、とても高校へ進学させるほどの余力はなかった。そこで弘は学資を稼ぎ出すために、京都へ行き、アルバイトを始めた。弘がやっとありついたのは、市電の車掌だった。こうして苦労しながら、コツコツと金を貯めているとき、たまたま学資を援助しようという奇特な人物が現れた。六校から東大の法科へ進んだ。苦学を重ね東京帝国大学法科、大学政治学科卒業後は内務省に入省する。役人生活は性に合わないと言って、後に実業界に転じ、山下汽船に入った。社長の山下亀三郎に大いに可愛がられ、親友の小川平吉を紹介された。小川の次女と見合い結婚した。小川家と姻戚関係で結ばれると、故郷から政界に進出し、鉄道政務次官を務めた。池田勇人とは、同郷ということもあり古くからの付き合いで、池田の結婚を世話したこともあった。長男の喜一は、池田の秘蔵っ子として、参議院、議員2期目にして、経済企画庁長官などを務めた。その出世は、池田という大政治家の後ろ盾があったことが一番であったが、それにも、まして刑罰で結ばれた名門小川一族の王子たちが、大いに庇護してくれたからでもあった。宮沢家の人々後列左より、宮沢弘、妻、こと前列左より、東京公私付属省の制服を着た、長男、喜一、三男、泰、次男。弘長男の喜一の1991年当時の証言によると、父は小さな百姓の長男でね、今でもその成果が残っていますが、山の中の本当の一軒家です。とにかく私が参議院に出てから、初めて伝統を引いてもらったようなところなんですよという。福山中学校に在学中は、近郷の自宅から山南を通って学校まで、毎日往復4時間の徒歩通学をしたという。次男の弘によると、典型的な明治人で、愚直とも言えるほど、融通の利かない人。元夫そのもので、大変な読書家で、傾心崇想を信条とした。自らにも家族にも、厳しい人柄だったという。こと夫人は弁護士、政治家、小川平吉の次女。長男は、元内閣総理大臣の宮沢喜一。次男は、元広島県知事の宮澤弘。三男は、外交官の宮沢康。孫に、元大蔵官僚の宮沢洋一。曾孫に、タレントの宮沢エマがいる。ありがとうございます。